ちょっと寒い。ジミちゃんへの募る思いを聞いて、みんな新しいタトゥーあったよね。はい、皆さんこんにちは、ピコです。今日はですね、じゃん、今ね、総合運動場の最寄りの駅にいるんですけど、私今日はね、チケット持ってないんだけど、でもあの BTS のね、初日のコンサート、ちょっと近くまで様子見に行ってこようかなと思って駅に来てます。出口が広告になってるね。待って待って、やばい、じゃらららら、やばい、写真撮らなきゃ。さっきからすごくて、いろんなところに広告が出てたりとか、これもね、あのさっきナミさんが歌ってくれて一つすごいね。で、出口もね、定点のところに向かってるんだけど、なんか7番出口はジミンちゃんとか、6番出口テホンちゃんとか、ほんとね、そんな感じでいろんなところに広告があってめっちゃ楽しいの。もうね、周りもアミばっかりで超楽しい。で、これね、さっきあ、見て、ほら、すごい双眼鏡とか売ってる。風に流されたらみんちゃんも出席だな。あれ、次グフなんだ。ヒョンかと思ったけど、グフちゃん、ああやって注意書きを、ね、背負った人が歩いてらっしゃる。今日は暑くてよかった。厚着してきちゃったんだけどね、全然寒くないんだけど。見て見て見て、チャラーン、ついに来ましたよ。いや、ソウルコン長かったよね。韓国アミもだって2年以上ぐらい待って、おめでとうございますよ、本当に。わあ、ここ今ですね、会場のね、近くのとこでお泊まりしようかなと思ってるんだけど、私ね、ここでもね、2019年もここでお泊まり参戦したの。でね、なんでここかっていうと、ね、見て、この、わかるかな、この1ミリだけ、1ミリだけね、長く見えんの、わかる？ちょっとだけね、ちょっとだけパネルが見えるのよ、だからです。なので、ここから1ミリ中見えのお泊まり参戦しようと思います。これじゃない？あ、来た、ムシアールが始まった、ムシアールが始まりました、皆さん。いやー、このムシアールがまたかっこいいんだ。ちょっとだけ、1ミリだけ見える画面が、あ、ちょっと寒い。あ、おめでとうって思っちゃうな、なんか本当。あ、あのみんながあのあそこからバーって上がってくるとこだよ。
ここで終わったので今から帰ります。ちょっとねさすがにねめちゃめちゃ寒い。はい、ということで皆さん帰ってきました。今だから PTD コアの初日が終わって今お家に帰ってきて、もうマジで本当に30秒ぐらい今帰ってきて、もう今すぐ撮ってるんですけど、まあちょっとね感想をね言っていきたいと思います。まずね本当に韓国アミとバンバンがもう2年ぶり以上だよね、2年半ぐらいかな、19年の10月が最後のソウルコンだったから、それ以来に会えて本当に良かったなっていうのが本当にすごい思ったし、がその思いがすごい詰まったコンサートだったんじゃないかなって思うで、やんね感想ね。私自身がね今回のコンサートがもう音漏れで音を聞きながらディレイでちょっと10秒20秒ぐらい遅れてるライブビューをこの携帯で見ながら、でも映像戻ったりとかしてたから、もうなんか結構わけがわからない感じで、全ての映像を終えてるわけじゃないし、私が一番聞けてたのは音声だけだから、そこだけちょっと分かっててほしいんだけど、それもねまあ感想を言うと、まあもう本当に会えてよかったなって思えるし、あとクラッパーとかもめちゃめちゃ良かった、めっちゃ韓国アミ本当にみんな会いたかったんだなって思うような感じのコンサートでした。で最初からいくと、そう最初ね面白いのが PTD がさ流れるじゃん、 MV が最初に流れるじゃない、普通に音が出てくる前に。コンサートが始まる直前だね、直前の MV は音響がその本番用の音響になるっていうか、例えばさ映画館とかも予告編を流すときはそれまでのさ携帯の電源はオフにとかなってるのとちょっと違う音響になったりするじゃん、あれあれ、ああいう感じでその音響がね変わったから、私一瞬 PTD で始まったのかと思って、ええ PTD で始まったってなって、周りのその一緒に音漏れしてらっしゃる方々も、まあええってなってて私すごい間違えちゃって恥ずかしかった。そうでもオンで始まったときに、やっぱりなんかすごい外で私聞いてただけだけど、でもなんかすごい来るものがあってちょっとうるっとしちゃった。アミのクラップが本当にすごい、時間があんまりなかったじゃん、もういつ出たっけ、月曜日忘れちゃった、あんまり時間なかったと思うんでね、クラッパーのその公式からそのここで叩いてくださいっていうのが出るのが、でもみんなめちゃめちゃ合ってて、外からもクラッパーの音ちゃんとしっかり聞こえるんだけど、もうめちゃめちゃみんなちゃんとバンバン叩いてて、もうねみんなフルコンボだどんって感じ、もう皆さんアミのクラッパーフルコンボだどん、本当に素晴らしかったです。で、あとねアンコールのホームを韓国で本当にできてよかったなってすごい思った。やっぱりねソウルコンはなんて言うんだろうな、いろんなところでコンサートバンタンたちやるじゃない、でどんどんどこのコンサートも本当にすごいしいいなって思うんだけど、やっぱりそのバンタンがメントする時とかのリラックス感っていうのはやっぱり韓国が一番あるっていうのは、効果いいとかじゃなくて、ただあったら彼らの母国語で喋れてそれの意思疎通が図れるから、すごくそのまあメントも長いし毎回ねソウルコンはリラックスしてできてて、わいいなって思ったし、そういう場所でそのホームっていう曲をやれたっていうのがすごい良かったなって思いました。コンサートとしてはやるのソウルでは初めてだしね、一回ホビの地元のとこでやったいろんなグループが集まって出る合同コンサートみたいなやつで一回やってたような気もするけど、でもツアーでやるのは初めてだから、すごいアミの前でできて嬉しかったんじゃないかなって思ったし、あとねベプセが出た時はみんなアミたちがなきゃって言っちゃってた。そう、完成の話をすると一応その録音した完成の何サンプルみたいなのが会場でもちゃんと聞けるようになって、だから会場でもそのキャーみたいな音は結構そのサンプルとして音声サンプルとしてその撮ってあるものがちゃんと会場でも聞こえてたし、あとたまにそのハッて出ちゃう声とかは結構たまにあったけど、でもみんな基本的にキャーっ
ってみんな頑張って打ってた。多分ね、だから今日ね、参戦された方々、腕が疲れてらっしゃるんじゃないかなと思うんだけど。だから3日参戦する方とか多分もう腕パンパンなんじゃないかなって思うけど、そう、でもまあ、万端に愛を伝えるためだと思えばね、愛しの痛みなのかな。そう、あともう、みんな衣装変わったじゃない。今日は本当にあんまり演奏をちゃんと見れてなくて、その外から聞いた音を重点的に、音漏れ参戦だったから外の音をね重点的に聞いてたから、ちょっと漏れてるとこがたくさん。でもちょっとジミンちゃんの最初のファイヤーとかの時のさ、衣装の透けやばない？あれはさ、合法なの？あれはあの透け方合法ですかってめちゃめちゃ思っちゃって、はーってなったのと、あとジミンちゃんがさ、胸が、私もこれ地味に押せだから、もうこれからジミンの話します。ジミンの話めちゃめちゃするけど、ごめん。ジミンちゃんへの募る思いを聞いて、みんな。首の後ろと、あと首にさ、新しいタトゥーあったよね。でもさ、もうタトゥーをする場所がさ、もうエロいんじゃん。なんでそんなさ、もうセンスの塊みたいなさ、とこにさ、しかもなんかここが文字だよね。なんか R から始まるじゃない、 L から始まるやつなんか Y から始まるのか、ちょっとステルまで私は見えなかったんだけど、誰か分かる人いたら教えてください。で、首の後ろが三日月で、いやもう選手の塊だしさ、おしゃれすぎんだけど、なんかジミンちゃん見ると私タトゥー入れたくなっちゃうもんね。ほんとめっちゃ好き。この13もさ、めっちゃ良かった。じゃあそんな感じで、まあ、2日目3日目ってやってるうちにどんどん更新されていくと思うんだけど、うん、今日はすごいなんか幸せな日だったなって思いました。イエーイ。会場のね、雰囲気もすごい良くて、周りでいろんなもの配ってたりとか、その網同士でおしゃべりしてたりとかして、すごい楽しかったし、ああ韓国での雰囲気ってこんな感じなんだと思って面白かったです。やっぱり日本とはやっぱちょっと違う雰囲気があったから、うん、すごい楽しかったです。イエーイ。じゃあまた。じゃあ、皆さんも公演楽しまれたかな。もしかしてお仕事があったりとか、あとライブビューイングが一番最初に見たいって方もいらっしゃると思うから、見れてない方もいらっしゃると思うんだけど、でも本当に素晴らしい公演だったなって思いました。じゃあありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあねー。